公のうちには大いなる武が宿っている。その頂き見えるまで互いの武磨き合おうではないか。せやのね、私これからは普通の女の子になろうかな。好きな人と一緒になって穏やかに暮らすなんてね。はっ、そんな生活いや、やっぱ刺激が足りないわ。とはね、これからも相手してよね。ここからだと町全体がよく見渡せるな。農民が畑へ向かう。商人が品物を店先に並べ始める。衛兵が交代する。今日もまた平和な朝が始まっている。この平和を守り抜いていくこと、これがこれからの我らの使命だ。協力してくれるか。私は何よりも大切なものを手に入れたようだ。
ほう、はじめは刀の持ち方すらおぼつかなかったお前がな。よくここまでついてきた。いや、違う。お前が俺を導いたのかもしれん。少し喋りすぎたな。帰るぞ。